はい、というわけで、トミさん、こんにちは、のようです。今回なんですけども、実質160円で買えたシャーペンを紹介していこうと思います。まあ、元の値段は660円なんですけど、500円分文房具屋使えるチケットみたいなのを僕持ってて、それを使って、実質160円で今回購入できたペンがあるんですよ。それがこちらの、じゃじゃん、ゼブラテクト 2way ライトということでですね、こいつをね、今回実際に買ってみた感想などもね、紹介してみようかなと思います。って言っても1日しか使ってないけど、まあ僕ぐらいのレベルになればこれは持っただけでいいシャーペンかどうかはわかるんですけど、あーなるほど、あーオッケーオッケーオッケー、まあこれはこれはなんだ、ということで早速紹介していきましょう。横動画でこういうレビュー系の動画を撮ろうと思ったのは初めてかもしれないということで、今回紹介するのはテクト 2way ライトということでですね、こちらゼブラさんが出てるシャーペンでございます。まず全体的なデザインを見ていただきたいんですけど、軸は透明なプラスチックが使われていて、中の機構が見えて結構メカメカしいデザインなんじゃないかなと思います。でグリップの部分はね、少し膨れ上がったデザインとなっていて、いろんな人が持ちやすいような太さになっているんじゃないかなと思います。結構ねここのグリップはクルトガに似た感じがありますね。クルトガのクリップもこんな感じです。スケルトンなグリップとなっているんですけど、こことね結構触り心地は似てますね。ただここのグリップのとこをさらに詳しく見ていただきたいんですけど、3つのねゴムが使われたリングみたいなのがあるじゃないですか。これによって滑り止め効果も発揮されて、かなり持ちやすいグリップなんじゃないかなと思います。口金には 4mm のガイドパイプが搭載されていて、ペン先の視界も良好で、書いている時にすごくストレスなく書くことができるんじゃないかなと思います。ペン先の視界がいいと、やっぱ細かい字とか綺麗な字が非常に書きやすくなるんで、すごい 4mm のガイドパイプのペンはおすすめですね。軸の上部にはゼブラというメーカー名とテクト 2way ライトと商品名が書かれております。であと芯形の 0.5 ミリが書かれていますね。クリップも少し短めなクリップとなっているんで、持った時に当たらないっていうのもねポイントが高いんじゃないかなと思います。キャップの部分は少しへこんだ形状となっているんで、ノックした時に指にはまりやすくて、結構ノックしやすいキャップとなっているんじゃないかなと思います。ちなみにノック感は結構柔らかい感じで、僕はねそこまで好みではないですね。なんか押してる感じがしないっていうか、ちょっとまあ安っぽいノック感ではあります。ちなみに中身を見ていきますと、しっかり金属チャックとなっているんで、ここら辺のね設計は安心設計になっていますね。やっぱり中のチャックは金属じゃないと始まらないんで。でこいつの最大の特徴といたしましては、フレフレ機構、ロック機構でございますね。まあ、最近だとね多く見られる機構なんですけど、まあこいつはねもちろんその名前の通りフリシャーなんですけど、このフリシャーの機構をねロックすることが可能ということで、まあこれはねどういう時に使えるかっていうと、筆箱の中に入れる時にジャラジャラする筆箱だと一緒になんか芯が出ちゃったりするんで、そういう時にロックしておくと芯が勝手に出ないような設計になって、こういうところで安心かなと思います。ということで最初概要みたいなところはこの辺にしておいて、次に基本的なスペックの部分を見ていこうと思います。ということでこれはねプライベートで測っておいたんで紹介していきますと、全長は 149mm となっております。まあセンチ単位に直すと 14.9cm でございますね。で重量は 16g となっております。 16g ってかなりちょうどいい重さになっているんで、結構書きやすいんじゃないかなって個人的に思いますね。重心の位置はだいたいこの位置にあるんですけど、これはね先端から 69mm の位置にあったんで、まあ低重心とまではいかないけど、まあそこそこ低い重心の位置になってますね。高重心ではないんで書きやすいんじゃないかなと思います。まあこの重さも相まって結構書きやすいペンなんじゃないかなと個人的には思いますね。ということでそんなこんなにここまでの解説で、なんか質問ある人いますか？はい、手挙げて。いやこれ動画ということでね、続いてはいろんな観点が実際に評価をしていこうと思います。まずはね書きやすさの面に関してなんですけど、こちらはねとてもいいと言っておきましょうかね。まあどれぐらいで表現するかっていうと、まあシーサーさんのね評価のやり方を真似すると星5つでございます。普通にねそれぐらい入れても全然大丈夫かなと思いますね。やっぱり重心の低さ、それからこの重量感、書きやすいスペックが揃ってるんで、まあ、書きやすいと言っても申し分ないですね。あと重量もちょうどいいペンなんで、取り回しのしやすさっていうのもかなりあって、軽快さがあるペンとなっておりますね。やっぱり取り回しのいいペンだと計算とかそういった筆記スピードが勝負になってくるとこでもかなり使いやすいペンとなってくるんで、こちらのペン個人的に非常にねおすすめかなと思います。もちろんね今回160円で購入できたから、こんだけねなんかめちゃくちゃ褒めてますけど、160円で買えてなかったとしても660円でこの書きやすさなら全然ね買うのはありなんじゃないかなと思います。まあそれでもね350円でめちゃくちゃ書きやすい PG メタル350とか、300円で書きやすい S3 とか、いろいろな競合他社があるんで、そう考えるとまあこいつ買うよりもっと安いやつで書きやすいのあるよって言いたいところ
ではあります。だからめちゃくちゃおすすめかって言われたらそうではないんですけど、それでもね買う価値は全然あるペンかなと思います。まあ、そこら辺の SB とかに飽きたらこいつを買ってみるのもおすすめかなと思いますね。で続いて持ちやすさに関してなんですけど、こちらもめちゃくちゃ良好でございます。ただね持ちやすさの観点で言うと星4つかなと思いますね。ちょっとシーサーさんっぽくレビューするのあんま嫌だな。まあこれに関してはなんでこのような評価をしたのかっていうと、まあやっぱねグリップがプラスチックなんで若干ね普通のラバーグリップとかが使われてるグリップと比べると滑るんですよね。このゴムもねめちゃくちゃ滑りにくいゴムかって言われたらそういうわけじゃないし、なんか結構手汗かいてるとこのグリップ結構意味なくなっちゃうんで、結構滑りやすいグリップであるんですけど、それでも S3 とか PG メタル350とかと比べたら全然ね滑りにくくて持ちやすいかなと思います。ただね持ちやすくて書きやすいやつで言うとやっぱテトラの925-15があるんで、そいつと比べてもねちょっと若干やっぱ値段が高いという観点からね、そこまでちょっとおすすめしやすいペンではないかなと思います。もうやっぱね他の競合が強すぎる。ですがクリップが短いためめちゃくちゃね持ちやすいんですよ。ここがクリップが短いおかげで若干後ろ目で持っても絶対クリップが当たらない。やっぱこのクリップが当たらないっていうところはね評価に値するポイントなんじゃないかなと思います。ここはね評価を大きく左右しているところではありますね。で書き心地に関してなんですけど、こちらはあまりよろしくはない。まあ理由としてはやっぱ軸はプラスチックが主にメインとして使われているため剛性感は全くないですね。であとキャップがねめちゃくちゃカチャ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 動いちゃうんですよね。キャップが結構緩すぎるっていう部分があって剛性感がやっぱないかなということで、書き心地はちょっと柔らかく感じてしまいますね。正直書き心地で言うと PG メタル350の方が良いかなっていう印象はあります。まあ、デザインの面に関してはそこまでね安いペンにデザインを求めている方はいらっしゃらないと思うんで、品質の面とかでね見ていこうと思うんですけど、こういうプラスチックの軸ってね絶対ねパーティングラインがね見えたりするんですけど、こいつの場合はねパーティングラインが見えないんですよ。マジで肉眼でもほぼ見えないし、カメラ越しだったら絶対見えないんですよ。このパーティングラインがないっていう部分でめちゃくちゃいいなって思って、そういう作り込みの良さが見えてくるのはすごいなんかお気に入りポイントですね。このパーティングラインがあるかないか、これだけでもね結構ペンそのものの高級感とか品質っていう面で左右される部分になるんで、パーティングラインが見えにくいっていうのは非常に個人的に僕すごい好みな部分なんですよね。コスパに関してはまあいいって感じですかね。はい、まあやっぱ競合他社と比べるとコスパが良すぎるやつがあるから、そう考えるとねこいつちょっと見劣りするんですけど、でもね650円でこのクオリティなら全然買う価値ありだとは思ってますね。ということでね、そんな感じでいろんなところを評価してみたんですけど、最後にねちょっと見ていきたいとこがフレフレ機構の部分ですね。こいつねフレフレ機構の部分が結構音がちっちゃくてですね、ちょっと他のドクターグリップとかと比較していこうと思うんですけど、今回3つのドクターグリップをご用意しました。ドクターグリップ CL モデルとドクターグリップの旧型、それからドクターグリップエースのこの3つと比較していこうと思います。まずはねこちらのテクト2ウェイライトから聞いていただきたいんですけど、はい、こいつね、かなり柔らかいノック音で、なおかつめちゃくちゃ静かなんですね。静音性が非常に高いかなと思いました。これはね、フレフレ機構の中でも結構トップクラスに静かな部類になってるんで、すごくいいんじゃないかなと思います。で、次はね、こちらのドクターグリップ CL モデルを聞いていただきたいんですけど、こちらはね結構乾いたカチ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 という高い音が鳴るんで、結構教室にも響きやすい音となっているんで、ここはねちょっとおすすめしづらいというか、こっちの方がねかなり優れていることがわかると思います。それと同様にこっちのドクターグリップの旧型のやつも結構音がねカチ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 と音するんで、こいつらはね結構うるさいイメージですね。でドクターグリップエースはこいつもまあまあうるさいんですけど、さっきのこいつら2つと比べたら静かっていう感じで、まあ静かさをこっちから静かな順に並べていきますと、という感じでね、こっちに行くにつれて静かということで、圧倒的にうるさいんですね、ドクターグリップたちは。こいつはね、マジで、このフレフレ機構の静音性にびっくりした。この静音性の高さっていうのは、ちょっと一番おすすめに入れたい部分ではありますね。結構フレフレ機構を多用するよって方は、こっちの方が周りに迷惑もかからないし嫌がられないんで、個人的に静音性の高いゼブラのテクト 2way ライトめちゃくちゃおすすめだと思います。でもねやっぱドクターグリップにはドクターグリップの良さがあるということで、もちろんねドクターグリップ好きな方はこれからもドクターグリップ使ってもいいと思います。ただねやっぱこっちの方がね周りに音は聞こえるかなとは思いますね。
ということで今回はこんな感じでゼブラテクト 2way ライトのレビューをしてみたんですけど、どうですか皆さん、買いたいと思いましたか？まあ僕はね、個人的にはお金に余裕がある方、ここら辺の競合他社のシャーペンは結構使って飽きたなっていう方は、まあこいつを一回買ってみるのもおすすめかなと思います。そこまでなんか S3 とか PG メーター350とかそういうの差し置いてこいつを買った方がいいとまではならなかったですね。だからクオリティは非常に高いペンとなっているんで、ぜひ一度購入してみて使ってみることをおすすめしますね。買っても後悔するペンではないんでね。ちなみにこいつはね、ライトの他にももう一個テクト 2way っていうものもあるんですよね。それはね、グリップが金属になってさらに低重心になっているんで、こっちもね書きやすいと思います。で、高級感も少しアップしたっていう感じですね。でも実質160円でこのテクト 2way ライト買えたのは結構お買い得だったんじゃないかなって僕は思ってますね。ただやっぱ直してほしい部分としては、このキャップのグラつきだったりとか、グリップが結構滑りやすいっていう部分、ここを直していただければさらに人気が出るシャーペンなんじゃないかなと思います。ということでね、今回の評価は以上となりますね。今回のこの動画が良いと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからね、僕は8月末までチャンネル登録者3万人を目標にして頑張ってますので、そちらの方の応援もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。